はい、これはね、犬の、もうでして、犬のね、ぬいぐるみです。まあ、ぬいぐるみもね、やっぱりこう年月とかが経ってくると、やっぱり貴重品になってきてね、もう手に入らなくなったりとか、まあ、ぬいぐるみだけじゃなくて他のものもみんなそうなんですね。ただ中にはいるんですよ。例えばほら、中古で買うと、やれ傷がどうだとか、やれ痛みがあるとか、もう、そういうことを言うこと自体がね、もう、場違いなんですけども、正直言うとね。だから、だけどそういうことを言う人たちが多いっていうのは事実なんですね。じゃあそういうことを言う人たちっていうのは、じゃあ何が何でも絶対傷とか、ね、痛みを全く伴わないで、それを生涯にわたって保管することを約束できるんですかって話ですよね。したら大半の人間は、そんなことは無理だと思いますよ。うん、なぜなら日本という国は、ね、特に災害を起きやすい。いきなりでかい地震がやってくるとか、津波がやってくる。嫌な話ですけど、そういうことが来るとも可能性もあるし、あるいは台風とか大雨とかね、そういったもので水浸しに浸水しちゃったとか、まあ、そんなことだって予想外のことだって出来事だってあり得るかもしれない。ね。だからそういうことだってあるかもしれないわけだから、まあ絶対傷とか凹みとかそういったものを傷つけないでくださいっていうのは無理です。ね。で、大体中古で買うには、もうそれは覚悟しなきゃいけない。例えば、駿河屋でゲームソフトか、昔のゲームソフト買ったんですよ。箱付きとかでね、ケース付きで買ったんだけど、来たら破れてんじゃねえかとか、説明書が少し破れてたとか、読み曲がってたとか、あるいは、箱に少し痛みがあったんですよとか、それを言う人たまにいるけど、それはその人の言ってる人のことが間違ってるわけで、うん、じゃあなんでその人はじゃあ新品で買わないんですかって、そもそもそんな話ですよね。じゃあそんなことを言うんだったら、じゃああなたはなぜ新品で売られていた時に、その新品で原則と買わなかったんですかって話じゃないですか。ね。だから、もう中古で買うっていうのは何かしらそういったリスクというか、そういったものが付き物なので、もうこれはもうしょうがないですよ。避けて通れないから。やはりそれはもう、なんていうの、特にネットで買うっていうのは、ネットってのはまあ写真でね、こう見せたり、状態を見せたりすることはあるけども、でもそれだって写真に載せてあるからといって、すべてのものが信用できるとは限らないわけですよね。うん、もうその時点で何かしら痛みとかがあるってことは、例えばそれを配達してるときに、ね、もしかしたら嫌な話かもしれないけど、そこにまた破損が出てきちゃったりとか、痛みがちょっと出てくるっていうことも可能性としてはないわけではないからね。うん。じゃあそこまで気にして、神経気にして嫌だって言うんだったら、じゃあお店に行って買ってくださいって話でしょ。お店に行って、ね、中古を状態のいいものをどっかから見つけ出して買ってください。あるいは新品で、お店に行って新品で買ってねって話になるじゃないですか。ね、だからそういうことなんですよ。たまにそういうことでぐたぐたぐちゃぐちゃガチャガチャ言う野郎がいるけど、俺はそういうやつ嫌いなんですよね。そういう人っていうのはダメです。うん、そういう人は買わないでくださいって話なんです。やはりそれは、もう新品じゃなくなった、中古だと、一般的に中古だってなってしまったものに関しては、もうそれは、何かしら痛みとかそういったものと伴うと。もうこれはしょうがないということです。だから私が、今までコレクションしているものの中ではやっぱりそういったものもあっても、もうこれはしょうがないなっていうもので覚悟してるわけですね。だから例えばほら、レンタル CD とかあるでしょ。で、レンタル CD のやつも、ね、まあ、なんていうの、借りてきて音楽を聴いたりして、で、返すでしょ。で、もう返す前にもう借りる状態から、例えばレンタル CD のケースが、もうシビが入ってるとか、そういったものもありましたからね、事実。それはやっぱり何十回ってレンタルされてて、何回もいろんな人たちが、借りたり返したりしてるから、ケースなんかこう傷んじゃうんでしょうね。で、それでシビが入ってきちゃったりとかって。
まあ、例えばレンタルビデオとかレンタル CD とか書いた時、言った時には音飛びがしたとか、あるいはその、映像が乱れませんでしたと。まあ、それは、その場合は、レンタルビデオの、まあ、責任という形になりますけども、まあ、基本的にそういうことって滅多にないからね。なぜならそれは、レンタルビデオにしても、しっかりプロがやってるから、プロが一つ一つこう、ちゃんと見てね。で、あるいは機械にかけてこう、検査して、傷がついてないかどうかっていうのを、傷が仮についてても、支障をきたさない程度のものかどうかっていうのをちゃんと見極めた上でお返ししてるからね。うん、だからそういったものをやってるわけですから。うん、だからそのような覚悟が必要であるということですよね。76だ。昔の作品からね、金を新品で買ったら何千円何万円もするようなものをさ、それをあれですよ。ね。安い値段で、ね。借りたりすることができるっていうこと自体に、もう感謝しないといけないなっていうことだと思いますね。で、こういうふうに犬の、こういうふうなやつも、非常に、ね、これも綺麗で。まあ、ぬいぐるみの場合はね、特に他のものと比べたら、ほら、簡単に洗うこともできるから、そういった痛みとかそういったものはあんまり少ないかなっていうところではありますけどね。まあ、なかなかこういうところがいいなっていうところで、うん、結構な、綺麗なワンちゃんなのかなって、どうもありがとうございました。